こんにちは。ココイストアートディレクターの香川ひろよです。今日はマグネティックジェルをベースに使ったレオパードアートをご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまず 244S 番。こちらチックピーブレッドプティング。こちらのカラーを塗っていきます。使用するブラシはこちらのティーランドブラシ。こちらを使っていきます。ではまず全体にカラーを塗っていきます。こちらのカラーは少し透明感がありますので、肌なじみがよくワンカラーにもおすすめのカラーです。こちらを全体に塗ったら、こちらで一度硬化します。はい、硬化できたらもう一度同じカラーを二度塗りしていきます。こちらも全体に塗っていきます。はい、全体に塗れたらこちらで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら次にプラネットマグネット04のマーズ、こちらのカラーを塗っていきます。使用するブラシは先ほどと同じティンラウンドブラシ、こちらを使っていきます。こちらを全体に塗っていきます。こちらのカラーは少し柔らかいですので、あんまり圧をかけずにふんわりのせるのがポイントです。少量だとちょっとこの後マグネットで動かすんですが、あまりこう動きが見られなくなってしまうので、少しふんわりと塗布量を他のカラーよりも多めに塗布するようにしてください。こちら全体に塗布したら、次にこちらのマグネットを使っていきます。こちらの丸い方、まず真ん中にしっかり近づけて当てていきます。そうすると下のカラーがしっかり出て真ん中が濃い感じになります。こんな感じで真ん中をしっかりマグネットを当てて下のカラーを出したら、今度は周りからマグネットを当てて光を起こしていきます。これを何回か繰り返しているとだんだんこうラインが綺麗に揃ってきますので、少し何回かしてあげるとすごく綺麗に仕上がります。こんな感じで周りに光を集めたら、こちらで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら次にこちらの E-91番ホワイトグラデーション、こちらのカラーを使っていきます。使用するブラシはポインテッドブラシを使っていきます。ホワイトのジェルをブラシに取ったら、ヒョウ柄を描いていきます。ブラシの形を利用して、強弱のある細いところと太いところと作るような感じで模様を描いていきます。で、この時に三角形を意識して柄を配置するとバランスよく仕上がります。あとは三角形に置いたら、この三角形の間に少し模様を描いてあげるとバランスがよく描けると思います。こんな感じで描けましたら、すぐに硬化せずに少し筆の跡が消えてつるんとしたら硬化します。ではこちらで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら次に E-210S 番、バーボンブラウン、こちらのカラーを使っていきます。使用するブラシは先ほどと同じティーンラウンドブラシ、こちらのブラシを使っていきます。ではブラウンを
全体に圧をかけて薄く塗っていきます。こちらクリアカラーですので、圧を少しかけると先ほど描いたホワイトが少し茶色に染まるような感じになってきますので、あまりたくさんのせてしまうとブラウンが強くなって模様があまり見えてこなくなってしまうので、少しブラシに圧をかけて全体に薄く塗るような感じでのせています。こちらも少し待って筆跡が消えてつるんとしたら硬化します。こちらで一度硬化します。硬化できましたら、次に先ほども使用した E の91番ホワイトグラデーション、こちらの色をもう一度使っていきます。こちらで先ほど模様を描いたポインテッドブラシでもう一度模様を描いていきます。こちら先ほど描いた模様に少しずらすような感じで同じように模様を描いていきます。少し斜めに柄をずらしたような感じで重ねていきます。全く同じ形でなくていいので、少し下の模様も見えるような感じに重ねてのせていきます。で、全体にのせたら、先ほどと同じように少しブラシの刷毛跡が消えてつるんとしたら、こちらで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら、次にこちらのアートクリア、こちらを全体に塗っていきます。ディナウのブラシを使っていくんですが、こちら先ほど模様をのせましたので、少し表面に凹凸がある状態になっています。ですので、ちょっとこちらのアートクリアを塗って凹凸を少し埋めていきます。全体に少したくさん乗せたら、凹凸があるところを少し触ってあげて、表面がつるんとなるような感じにします。少しサイドが膨れてきたなと思ったら、少し返してあげるとサイドがすっきりします。こんな感じで一度硬化します。はい、硬化できました。そうしましたら、次にトップで仕上げていきます。ウルトラグロッシーノーワイプトップコートジェル、こちらのノーワイプのトップジェルでツヤに仕上げていきます。先ほどクリアジェルで少し凹凸埋めてますので、トップはそんなにたくさんのせなくてもつるんと仕上がるようになってます。全体のフォルムを見て凹凸がないかどうか少し確認してからライトに入れるようにします。こちらで一度硬化します。硬化できました。こちらで完成です。周りにマグネットの光を集めてますので、爪を動かすとキラキラとすごく不思議な感じになってます。ぜひ皆さんも作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.